黒目は、レッソニアカカジメ属の滑走の一種。超過体付近の岩に付着して生育する海藻である。モカラダの大きさは、普通40から50センチメートル、時に1メートルにもなる。冬場のモカラダは食用になる。1年目は1枚の笹の養生だが、2年目になると、茎部の先に羽状の養生部を持つようになる。形態は、同族のカジメに似ているが、 葉の中央部が厚くならないこと、葉状の部分にシワが生じること、全体的に小型であることなどから区別できる。また、粗めとは異なり、茎部が二分岐しない。海分類にイー、e、クロメフコントルタオカムラ、イ、e、ークロメフプラナオカムラ、イ、e、ークロメフラティシマオカムラの三品種がある。日本近海では、本州太平洋岸の中南部から九州にかけて、および、瀬戸内海、 日本海側は、新潟県までに分布する。また、韓国のチェジュ島及びチン島にも分布する。主に食用として用いられる。大分県では、大分市の漁港佐賀の石灯で採れた黒目を細く刻んで、味噌汁の具にしたり、または、細く刻んだ黒目に、みりん醤油をかけておかずにしたり、ご飯にかけたりして食べる。加工品の製造も盛んで、 細切りを乾燥した乾物や、それを利用したふりかけとお茶漬け、黒目を甘辛煮にした瓶詰め、たこ焼きに細切り黒目入りのソースをかけた黒目たこ焼き、黒目を漬け込んだ黒目醤油、成分を利用した洗髪剤などがある。ありがとうございます。